ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。マイクロ USB ケーブル1本で繋がっていますね。ラズパイに SSH でコンソールログインできたので、グラフィカルにログインします。今回は、XRDP を PROXY として使って、VNC へアクセスさせました。これで、Windows の TMSC からアクセスができるようになります。まずは、試しにリモートデスクトップで接続してみましょう。リモートデスクトップ接続のソフトを TMSC って言ったりもします。あれ？なかなか接続できないぞ。モルペコ、モルペコー、モルモルペコペコー。エラーが出てしまった。調べないといけませんね。XRDP などをインストールします。今出てきている IP アドレスは、プライベートアドレスなので、私しか使えません。遅いので、インストールしたことにしましょう。私の場合、AWS で、RD ゲートウェイを設定していたせいで、接続できませんでした。ifconfig コマンドで、IP アドレスを調べて、リモデで接続してみます。はい。接続できました。SSH と同じ ID とパスワードです。認証が通りました。ラズパイ頑張れー。マウスカーソルだけ動きますね。デスクトップへは、インドネシアの寺院。ラズパイのデスクトップの絵が出ました。遅いけど、心を落ち着けて、待ちましょうわら。ラズパイのタスクバーが出ました。操作してみましょう。壁紙変更。橋の絵になりました。メニューはこんな感じです。これで、PC から、マイクロ USB ケーブル1本で、グラフィカルにラズパイ操作ができます。ラズパイ0だと、処理速度が遅いので、Yahoo を見るのも、大変です。これで、バリバリ開発ができるようになりました。ご視聴ありがとうございました。